ご視聴ありがとうございます。これから雨が多くなって梅雨時のガーデニングのことについて社長に質問したいと思います。まずは梅雨時の水やりについて社長お願いします。はい、いつもご視聴ありがとうございます。海外の三国です。まあ、今回ね、まあ、質問、まあ、スタッフの方から質問された、まあ、梅雨時ですね、まあ、梅雨時になると、まあ、ちょっとガーデニングをね、どうしたらいいかなと思う方たくさんいらっしゃると思うんですけど、まあ、スタッフの方から、まあ、4つね質問されました。で、1つは、まあ、水やりについて、で2つ目は肥料が必要かどうかですね。肥料ですね。1つ目は水やり、2つ目は肥料で、3つ目、梅雨時はどんな虫が寄ってくるのか、なぜ虫が増えるのか、4つ目、まあそういった時でも、ガーデニングは楽しむことはできるのか、この4つについてね、1つずつ説明したいと思います。それではですね、まあ、1つ目の質問ですね。梅雨時、まあ5月の下旬から6月、梅雨入りすると思うんですけど、そういった時の水やりの方法について説明したいと思いますので、最後までご視聴の方よろしくお願いいたします。それではですね、水やりなんですけど、まあ、梅雨時って言いますと毎日に水、雨降るじゃないですか。で、雨が降るっていうのはどういうことかって言ったら、空は曇り空なんですよね。はい。で、皆さんね、覚えておいてほしいんですけど、植物にとって一番必要なのは水と二酸化炭素と光です。はい、この3つ絶対必要なんですよ。光、二酸化炭素、水です。で、雨が降ると水って補強されますよね。だから植物にとってはいいかなと思うかもしれないんですけど、降りすぎなんですよね。梅雨ってずっと雨が降ってる。で、やっぱり雨が多いところって東南アジア系とかね、まあ、フィリピンとかそういったところってすごく雨が多いんですよ。で、僕フィリピン何度か行ったことあるんですけど、フィリピンってもうすごく雨が多いんですけど、山にはたくさんの植物が生えてて、いろんなものがね、植物生き生きとしてるんですよね。だから雨がずっと降り続けるのはいいことなんですよ。でも良くないことがあるんですよ。もう一つは光です。で、雨が降るっていうのはどういうことかっていうと、曇り空が続くんですよね。で、東南アジア、例えばタイとかフィリピン、タイも僕行きましたけど、タイって夕立みたいな現象が起きるんですよ。夕方になるとうわーっと黒い雲が来て、外が暗くなるんですよ。で、ドゥワーッと雨が降るんですよ。で、すぐ雲がずれてくんですよ。で、するとすぐブワーンと日光がガーンと当たるんですよ。はい。でも日本の場合はですね、曇り空がずーっと続くんですよ。つまりどういうことかって言ったら、日照がなかなか当たらないんですよね。雲で曇り空っていうのが良くないんですよね。で、ですから皆さんお野菜やった方とかすごくわかると思うんですけど、日光不足になるんですよ、外でも。だから徒長するんですよね。葉っぱと葉っぱの間が日光を取りに行こうとするから、徒長って分かりますかね。葉っぱと葉っぱの間が徒長するんですよ。はい、こういう現象が起きます、お野菜だと。で、お花の場合は皆さんガーデニングっていうと、まあ、お野菜やってる方もいらっしゃるけど、まあ、僕の場合ちょっとお花しか説明できないんですけど、お花とか草花系に関してはやはり雨が多い時というのはあまり良くありません。で、なぜダメなかっていうと、梅雨時はですね、日照時間がまず短くなる、ね、曇り空がずっと続いて日光が減る、ね、遮光量がね減るっていうのが1つ目で、もう1つは雨がずっと降り続いて気温が上がるんですよね。5月の下旬から6月って、つまり簡単に説明すると高温多湿っていう現象が起きるんですよ。これです。こういう字、皆さんね、
温度が高くて湿度も多いっていうのがこれ植物にとって一番ダメなんですよ。一番じゃないですけど苦手なんですよね。高温多湿を避けましょうとかってよく言うじゃないですか、はい、でこれ皆さん人間も同じです。嫌でしょこういう時って。湿度が高くて温度が高い、なんかジメ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 、お布団もジメ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 、カーペットめくると湿度がね少し濡れてる、これは人間も嫌なんですよ、はい、でそういったのを避ける方法は一つしかないんですよ、はい、でまず最初なるべく風通しのいいところに移動すること、ポットをですね。で庭を持ってる方、お庭を持ってる方は意外ともう水やりしません。もう毎日雨降ってますから。で雨が降って土が全部乾くっていうことは梅雨時ほとんどないです。必ず 2,3 日後に雨降りますから水やり一切しません、はい、一切しません、ね、でもしも例えばプランターとかね、ちょっとした大きめの例えば素焼き鉢にこう寄せ植えとかがあった場合は軒下に移動します。一番いい方法です。で軒下に移動するとどうなるかっていうと水当たりません、雨が。だからそういった場合は通常通りに水を与えてください。それが一番の方法です。だから水やりについてはやはりお庭の場合は与えなくて結構です。はい、でプランター植え、寄せ植え、コンテナガーデン、そういったものに関してはなるべくなら軒下に移動した方がいいかなと思います。はい、家の中に入れると逆効果です。ダメですよ、絶対に日光それ以上に当たらないんで外でいいです。そこをちょっと気をつけて楽しんでください。はい、ということで、まあスタッフからの質問目一つですね、梅雨時についての水やりですねについて簡単に説明させていただきました。ありがとうございます。